皆さんこんにちは、さくらんです。今回は BenQ の B クリエイタス DP1310 を紹介したいと思います。BenQ の B クリエイタス DP1310 は PC モニター、ゲーミングモニターで有名なメーカー BenQ のドッキングステーションです。ワンタッチで仕事とゲームを切り替えることのできる便利な製品だそうです。早速開封してレビューしてみたいと思います。外箱はこんな感じです。まずはクイックスタートガイドです。わかりやすく色分けされたイラストで記載されていますね。その下にはマーケティングカード、その下に DP1310 本体が入っています。アルミニウム合金でかっこいいデザインですね。その下には安全に関する注意事項と保証書が入っています。一番下には電源コードと 180W の AC アダプターが入っています。手前には USB Type-C ケーブルと HDMI ケーブルも付属されています。ケーブルが付属されていると購入してすぐに使用できるので嬉しいですね。内容物はこんな感じです。DP1310 本体サイズは横幅約 15.6cm、縦幅約 10.3cm、高さ約 4cm です。重さは約 550g です。対応 OS は Windows、MacOS、Linux、Android、Chrome OS です。DP1310 の外観を見ていきましょう。本体は高級感のあるアルミニウム合金のボディ。かっこいいですね。凹凸のあるデザインを採用しているので、表面積が2倍になり、放熱効果がかなり期待できそうです。実際に手に取ると、ひんやりと冷たいです。底面のボディも凹凸のあるアルミニウム合金で、滑り止めパッドがついています。滑り止めパッドは取り外せ、付け直しが可能で、接地面と本体の安定性が向上します。右側面には B クリエイタスのロゴ、左側面には製品情報が記載されています。縁がゴム素材の滑り止めになっています。底面と側面に滑り止めがついているので、デスク周りの配置に合わせて縦置き、横置きが可能です。前面にはHDMI 切り替えボタンを中心とした同心円状の模様がさりげなく入っていて、デザイン性が高いですね。切り替えボタンはダイヤルのようにも見えますが、回すことはできずボタンのみになっています。背面はこんな感じです。搭載されているポートを確認しましょう。背面には電源、急速充電に対応した USB Type-C のイン、HDMI 2.1 のアウト、HDMI 2.1 のイン、HDMI 2.0 のアウト、ディスプレイポート 1.2、LAN ポート、USB Type-A、
マウスとキーボードを接続する USB Type A が2つ搭載されています。前面には HDMI 切り替えボタン、インジケーター、3.5mm オーディオジャック、急速充電に対応した USB Type C、USB Type A が2つ搭載されています。DP1310 を接続して使用してみたいと思います。今回は M1 MacBook Air を 4K モニター3台に接続、PS5 も接続して DP1310 で切り替えてみたいと思います。まずはディスプレイリンクドライバーをダウンロード、インストールしましょう。通常のノートパソコンは複数モニター表示に対応していないので、ディスプレイリンクドライバーが必要になります。それでは接続してみましょう。ポートがたくさんなので、一見接続が難しそうですが、色分けされているので分かりやすいですね。まずは PS5 を接続します。DP1310 背面のグリーンで囲まれた HDMI 2.1 のインと PS5 を HDMI ケーブルで接続します。次は MacBook を接続します。背面のブルーで囲まれた USB Type-C のインと MacBook を付属の USB Type-C ケーブルで接続します。2つの入力が接続できたら、モニターを接続しましょう。ブルーとグリーンで囲まれた HDMI 2.1 のアウト1とメインモニターを付属の HDMI 2.1 ケーブルで接続します。アウト2、アウト3とサブモニターを HDMI、ディスプレイポートケーブルで接続します。AC アダプターを接続すれば、接続は完了です。前面の切り替えボタンを3秒間長押しすると、LED が点灯、電源がオンになります。モニターにMacBook の画面が映されていますね。切り替えボタンを押すと、ワンタッチでメインモニターに PS5 の画面が表示されます。サブモニターには MacBook の画面が表示されたままになります。切り替えることができるのはメインモニターのみです。画面を切り替えると、インジケーターの色が変わるようになっています。USB Type-C のメイン画面に出力時はブルー。HDMI のインをメイン画面に出力時はグリーンのインジケーターが点灯します。私は普段 Mac で編集をしていて、休憩の合間にゲームをすることが多いので、モニターのボタンで入力を切り替えて遊んでいるのですが、モニターの種類によっては何度もボタンを押して切り替えなければいけないものもありますよね。 DP1310 はこのボタンを1回押すだけで Mac と PS5 を切り替えることができるので、とっても便利です。そのためゲームをしながら攻略方法を調べるなんて使い方もできますね。PS5 を接続しているグリーンの HDMI 2.1 のインは 4K120Hz に対応しているので、 FPS などのゲームも滑らかな映像で楽しむことができます。すべての機器を接続して長時間使用してみましたが、ほんのり暖かいぐらいで
本体が熱くなることはありませんでした。放熱効果が素晴らしいですね。モニターを複数台で接続したい方にはもちろん、モニター1台でパソコンとゲームを切り替えたい方にもおすすめの商品です。今回は BenQ の BeCreatus TP1310 を紹介しました。この製品のメリットは、ボタン一つでパソコン作業とゲームを切り替えることができる、 USB Type-C と HDMI の入力を切り替えることができる、接続ディスプレイ数に制限があるパソコンでも複数のディスプレイに出力可能、搭載ポートが豊富なところですね。デメリットは、 SD カードスロットが搭載されていない、入力 HDMI ポートが一つ、高価格というところでしょうか。私は PS5、Switch、Windows、Mac を使用しているので、入力 HDMI ポートが3つ、せめて2つあると嬉しかったです。ですが、コンパクトなサイズで、見た目もおしゃれでかっこよく、パソコンとゲーム機をワンタッチで切り替えることができる、とても便利な商品でした。今回紹介した商品のリンクは概要欄に貼っていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。今回の動画は以上です。この動画が参考になった方は、高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。